呪文が分裂。でもなかったな。お遊びはここまでだ。まだしらばっくれる気か青年団長さんよ。さあこのエルフを渡してもらおうか。エルフなどいない。たとえいたとしてもお前たちには渡さん。おお、威勢がいいな。帰りなさい。帰らないとあなたたちに神の戒告が下ります。神開国。この村に伝わる伝説です。伝説だ。混沌の闇来たる時、異界の勇者現れ、奇跡の大砲を操り、戦乱の世を鎮める。ん？おいおい、腕力でかなわないと見たら今度は神頼みか。ねえ兄ちゃん、俺も仏の種目ザメと呼ばれた男だ。手荒なことはしたくねえ。だがな、若いやつら血の気が多くてな。さすがの俺様でもあいつらをずっと押さえつけておくってわけにはいかねえんだ。ここは一つ考え直しちゃくれねえか。いて、いて。兄ちゃんに手を出すな。さっさと村から出て行け、海賊ども。ブランコ、兄弟揃って威勢がいいじゃねえか。え坊主、本当に勇者来るのか。当たり前だ。だったら面白いゲームをしねえか。ブランコ。兄ちゃん、伝説が正しければお前は勇者に助けられるはずだ。ブランコを離せ。夕方まで待ってやる。いい返事がなければ弟も伝説になるぜ。大丈夫兄ちゃん、勇者は必ず来るって。だとよ。野郎ども、夕方まで自由行動だ。エミリー様。アンディ。エミリー様、外に出ては危険です。奴らにこんなところ。アンディ、ブランコが人質になりましたね。今午後の風が教えてくれました。アンディ、私。これは村の者全員で決めたことです。みんなが無事に漁ができるのは風の精霊であるエミリー様のおかげ。今度は我々がエミリー様を守る番です。それに村に伝わる伝説を信じていますから。さあ洞窟に早く。あいつらが今巷で噂のエルフを狩る者に間違いありません。海賊だったのか。道理で神出鬼没のはずです。混沌の闇来たる時、異界の勇者現れ、奇跡の大砲を操り、戦乱の世を鎮める。なんだこれは。俺の前で魚のミックスフライとはいい度胸じゃねえか。すみません、フライがお嫌いとは知らず。そういう問題じゃねえんだよ。あー腹減った。ミンタティおっさん、これカレーね。何？おい、いい度胸してるじゃねえか。兄ちゃんよ、てめえこの状況を見て何も感じないのか。なんとか言え。生臭いんだよ。ガタガタ言ってっと、背中にバッテンつけて煮物にすっと。いやー、覚えてろ。ダメでしょ純平君、面倒は避けてって言ったのに。あ、すいません、つい。
どうぞ食ってください。こいつは足からのおごりです。おおどうも。 あのお客さんたち、ここらじゃ見かけない顔だね。ひょっとして伝説の勇者じゃ。あら、そんな。それに勇者って3人じゃなかったかしら。そうそう、俺たちはエルフを。まあ純平君ったらはしたない。おごりぐらいでそんなに喜んじゃって。おやさんお元気でしたよ。そうか、いざという時は。ああ用意はしてある。ブランコはなんとかするよ。そっか、エルフもお腹がすくものね。食わないんですか、アイリさん。これ結構いけますよ。ご主人、化粧室お借りできます？という感じで行きたいと思います。りっちゃん、よろしく。どうぞ。了解。なんだと？奴らが用心棒だと？はい、一見バカなんですが、実はバカで、こいつがすげえ強い野郎で。ざまあみろ、やっぱり勇者が来たんだ。うるさい。うんぬ、卑怯な奴らめ。そう来るならこっちにも考えがある。集合をかけろ。作戦変更だ。へい。村を片っ端から調べてエルフを探し出せ。エルフはどこだ。エルフはどこだ。エルフを出せ。出るのはおめえの方だ。もうこれ以上村の人たちに迷惑はかけられない。なんだって。とにかく奴ら手当たり次第にそこら中引っかき回してやがる。アンディ、約束の時間にはまだ早い。まさか僕たちの武装蜂起がバレて。エミリー様、アンディ、エミリー様、どうしたんです。エミリー様、エミリー様。ごめんなさい。わけは後で。さあ早く岬の洞窟に戻りましょう。なるほど、岬の洞窟ね。大丈夫、悪いようにはしないから。エルフを捕まえたぞ。君は。ありがとう皆さん、もういいの。私一人のために村を失うことはありません。最初からそうすればいいもの。やめろ、エミリーに手を出すな。こいつはかなりの上物だ。高く売れるぞ。売るだって。ああ、剥製にしてな。剥製。エミリー様。おや、青年団長の彼は今頃お出ましか。なんだあれは。エミリー様。アンディ、ダメです、こんなことしては。エルフが二人。ダメじゃない、勝手なことしちゃ。あなたと私がすり替わって海賊退治って計画が台無しじゃない。なんだと？てめえは一体何なんだ？知りたい？ある時は謎の旅人、またある時は風使いのエルフ。しかしその実態は。アイリ、小宮山アイリよ。殺されてもいい。バアーン。
何バカやってんだおめえら。兄貴、あいつ例の用心棒の仲間です。なんだと。さあ今のうちよ。逃がすな。させるか。噂の用心棒ただいま参上。よくも俺様たちをコケにしてくれたな。こうなったら人質をぶっ殺してやる。ブランコ。兄ちゃん、兄ちゃん。ブランコ。何？じゃあ人質は。兄貴、いつの間に。のしはサービスだ。これ以上やるなら全員三枚に下ろすぞ。あなたたちは一体。大まかに言うと旅の者ってとこかしら。ま、ここは任せて。くそ、俺様たちの名誉にかけてもエルフは渡さねえ。悪いな、あいにく俺たちもエルフを探しててな。この世界から日本へ帰るために。わけのわからんことを。奴らをぶっ殺せ。かかってこーい。ほらほらほら。出たな、長寿ファミリー海賊。ほらほらほら。名盛り長がり。あ、こんなのは準備運動みたいなもんだぜ。危ない。お、死に。なんだ今度は。いつこか余計なことを。バカな、あそこから撃ったというのか。まあね、そんなバカなことがあるのよね、それが。上がり。兄貴に。油が乗っててうまそうじゃないか。そりゃどうも。だがな、アナゴは誰で決まるんだよ。やろう。一瞬で海賊たちが全滅。こんなことって神でもなければ。神、もしかしてこの人たちが伝説の。よくも俺様を本気にさせたな。ん？いやー、たー、もらった。ふう、やるな。お前も今までの雑魚どもとは違うようだな。同じ技は通用しないぜ。危険烈光弾。準備。で忘れてた、ここは剣と魔法の世界なんだよな。左足の骨が折れたみたい。なんだって。ちょうどいい、二人まとめて死ね。烈光山邪行者。下道が、そんなに悪党が板につきたいか。だったらかまぼこになりな。待ちやがれ。すり身にしてやる。練ってやる。焼いてやる。待て、サメ野郎。ちょっと刺激しすぎたかな。お怪我は。大丈夫。殺す殺す、ぶち殺す。ハリウッドのオスカー女優のアイリさんに怪我させやがって。ハリウッドって。アメリカの。なんて言ってもわからないわよね。この人たちは一体どこから。とんかち頭野郎。紅白がいいか焼きがいいか、はっきりしやがれ。
兄貴。兄貴。くそ、弱すぎて話にならん。まとめてかかってこい。さもなくば帰れ。そうだね。てめえらいつまで経っても一人前になれねえな。だから雑な魚と書いて雑魚って呼ばれるんだよ。師匠、この村廃止する気かよ。エミリー様、お怪我はありませんか。いえ、大丈夫。こら、ブランコ、危ないぞ。兄ちゃん、あれ。あれは奇跡の大砲。混沌の闇来たる時、異界の勇者現れ、奇跡の大砲を操り、戦乱の世を鎮める。間違いない、彼らこそ伝説の勇者。生きてようが死んでようが、エルフさえ手に入ればいい。お頭、ね、リッちゃん、タイミングバッチリ。そうですか。俺の活躍ちゃんと見てたか。見てたよ、サメに負けそうになったところ。あれは少し油断しただけだ。まあ今回は3人の連携プレーの勝利ってとこですね、アイリさん。そうね、あと魔法使いがいたら完璧なんだけどな。伝説の勇者の皆様、本当にありがとうございました。伝説の勇者、そういうことにしときましょう。何か私たちにできることがありましたらどうぞ言ってください。そういえば先ほど私に用があるって。ああ、まあな、私にできることでしたら何でも。本当に何でも。ええ、もちろん。本当に本当ですね。ええ。脱いでくれ。え？だから脱いでくれ。脱ぐって？勇者の頼みだからな。剥製になるわけではなし、命取られるわけではなし。ちょっと！頼む！選ばれた5人のエルフを脱がさなければ私たちは日本に帰れないの。脱がす？帰る？体に呪文のかけらがついてるはずだ。だから脱いでくれ！説明したら信用してくれるのかよ。悪夢だわ。ですね。呪文のかけらなかったわね。元気出して純平くん。そうっすよね。こんなことぐらい。俺たちは日本に帰るためにエルフを脱がして脱がして脱がしまくるぞ。そういえばアイリさん、足の骨折は。ごめんなさい、あれ演技。純平、バーカ。エミリー様、大変です。うるさい。あいつらがエルフを狩る者だったんです。やる気がない気は休んでもいいよ。
could ever be Angel. どうも、純平です。俺はバレエが大好きです。どれぐらい好きかというと、富士山の40倍、マリアナ海溝の20倍、地球の直径3周半に父親の給料3ヶ月分。そうそう、今度は柄の悪いエルフが出る話です。次回、エルフを狩る者たち誕生、無敵のパーティー。来週も起きてろよ。